スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。動画のタイトルそして、えー、このカスタムサムネイルって呼ばれる、えーまあ、表紙のようなものでちょっとバレバレな気もするんですけども、ちょっと動画の後半にですね、ムービーがあります。来週の戦略って言い終わった後にムービーが入るので、えー、まあもう昨日のね、トルコリラ円動画をご覧になれた方は同じ内容なので、えーまあ、そこまで行ったらもう閉じてもらって結構です。はい。ということで、まずお礼ですね。 ジンさん、カップル YouTube チャンネルのご紹介ありがとうございます。まさかでした。びっくりしました。はい。えー、お礼として、えー、今流行りのコーンフレークを1年分送らせてくださいというボケをちょっと入れておきたいと思います。はい。ということで皆さんもね、もう見ないけども、スノーキーがそこまで言うんやったら、ギリで登録しといたるわでいいんでよければ、ちょっと <laughs>、お願いします。はい。 で、先週の材料ニュースに行きたいんですけどもですね、イランがイラクの米軍基地に報復攻撃ね、これは米国がイランの司令官を殺害したことに対する報復攻撃を したんですけども、なんか事前にも言ってたっていう話もあって、えー、米国、米軍側の死者はいなかった。ただ最初はイランはね、80人死亡したとかで出したんですけども、どうやら、えー、米国が出してる情報の方が正しくって、まあそれなんで誰も死ななかったのかっていうと、まあ事前に言ってたと。まあ茶番なのかということなんで。で、まあただまあ、えー、っと、昨日の夜なんかは、 米国がイランに、えー、さらに制裁を課すみたいなニュースとかも出てて、まだね、えー、火種は残っている感じかなとは思います。で、あと、ウクライナ機が、えー、撃墜されたのもイランの仕業じゃないかっていう話になったんですけども。で、えー、ダウナスダック、えー、S&P500 の米国の株価指数がまた市場最高値を更新。まあ、金曜日ちょっと下げましたけど。 で、米雇用統計に関しては、ややネガティブだったんですけども、まあそんなに悪い内容じゃないんで、まあ今のところですね、やっぱり今年2020年は米国は金利は据え置きでいくのかなっていうところですね。はい。で、米中貿易協議も、まあもうシャブ台返しは第一段階に関してはなさそうかなと。ただ第二段階、まあ何が第二段階かちょっとまだよく分かってないんですけども、まあそこはトランプさんが えー、大統領選の後にっていう話出てるんで大統領選って今年の11月以降ってなってくるんで、まあ、ここもそれほどもごちゃごちゃないのかなとあとまあトランプさんもまあ選挙、ねえー、あるんで、まあね、そんな無茶なことはもうしないのかなってなってくるとです、ね、下がる材料見当たらない、まあ、これがもうすごい悪材料であのツイッターのトレンドで、えー、WW3、ねまあ、第3次世界大戦 が、あのー、キーワードで上がってたのに、まあ実はこれシャン劇だったっていうことで、で、えー、まあここもね、問題なければ、まあ一応今の時点では下がる材料見当たらないんで、まあ為替はそこまで円安なってないんですけども、米国株は完全にバブル状態へ突入するのか、まあすでにもう突入してるんですけどね、バブルに。 はい。あと、まあちょっとこれと関係ないですけども、えー、仮想通貨のレバレッジ取引はもう最大2倍が、まあほぼ確定のようです。まあ、今うちのチャンネルご覧いただいている方で仮想通貨ガリガリ、ガリガリじゃない。ゴリゴリやられてる方あんまりいらっしゃらないかな。はい。 で、私の現在の保有ポジションなんですけども、えー、ループイフダンが、えー、ちょっと見直しましたので、えー、興味のある方はご覧ください。で、トラリピの方がちょっとレンジ抜けそうなので、どうしようかなっていうところで、あと、えー、ランドとペソは、えー、差し値注文を出している状態で、あと、えー、まあ、この、さやとり戦略も、まあ、ちょっとまだ再開はできておりません。はい。 で、まあね、こんな感じで今、ゼロ遅延がすごく強いんですよね。私、まあ、リグっちゃったんですけども、まもし、まあ、私と同じぐらいのタイミングで、えー、持ってて、えー、今、口座見ると、おそらく含み益だいぶ出てるかなと思います。はい。で、ちょっと、まあ、始めた時としては、まあ、今じゃないかなということで、今はちょっと様子見ている状態です。個人的にはね。私の考えですよ、これは。はい。 で、えー、日経22 5冷やしチャートですね。まあ、えー、米国とイラン同行のことがあって、さあどうなるかで、まあどうやら大丈夫そうだということで、まあまた戻ってきました。ただまあ、ね米国株と比べると物足りないなっていうところで、ってなってくると本当も日本株どうなんだっていうところですよね。はい。 で、ニューヨークダウンの方は、まあ上がっていって、金曜日は、やや下げております。まあこれはやっぱり、上昇相場、上昇局面といっても適度、適度に、押し目というか、下がる場面あるんで、まあその中の一つなのかなと、えー、まあ節目となる、えー、3万ドルね、えー、ここを目指してっていうことで、まあ、これ一応2万9000ドルつけて、その後下がったということですよね。まあこの勢いだったらっていうところですよね。はい。 で、えー、週足で見るとこんな感じで、陽線です。で、えナスダックの方も上昇で、えぇ、ー、まあ、金曜日は下げてるけどもというところで、まあトレンドは綺麗です。S&P500 に関しても同様です。で、まあ、えー、S&P500 と関係してくる、えー、ビッグ指数ですね。こっちが、えー、ピョぴょんと髭つけたんですけども、下がりました。で、まあ、これ、戻り売りっていうよりも、私だったら別にこれ、買ってもいいんじゃないかと。しかも、もうかなりで安値県に来てるんで、はい。 まあ、買って何かね、えー、悪い材料を入れたとき、ぴょんとこう、ゲ出そうなときに、えー、売るっていう、はい、どうかなっていうとこですね。ここからやっと為替です。すいません。長くなりました。で、えー、まずベドリン冷やしちゃってですね、まあ昨年ずっと12月ぐらいから、まあ、どうかな、ここ超えられるかな、で、まあ年内ないでしょう、年内ないでしょう、で、まあ年が明けたんで、しかもこのチャートはなかなかエグいですよね。下髭のこのすごい陽線で。 で、まあ2020年ちょっともうボラテリティ上がってきてるんで、値、ね、動きの変動幅が高くなってきてるんで、まあこれはもうワンチャンあるのかなと。まあ、これも金曜日はね、えー、とりあえず週末だったんでこんな感じでしたけども、まあ上かなと、うーん、まあ、ここで、さすがにここまで切ったらっていう感じなんですけど、どうでしょうね。まあ、悪材料出ればわかりませんけど。はい。で、ユーロ円も強くって、まあ、ユーロ円ね、えー、私、えー、と、る プイフダンで、えー、っと、ショートの戦略だったんですけども、やめたんですよ。逃げたんですよ。これやばいなっていうことで。で、ユーロ円から、えー、まぁ、あ、5ドル円のロングに乗り換えたっていうとこなんですけども、まあ、これも、まあ、上に行きそうだなっていうところで、まあ、これもあんまりにも、その上にどん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 行くようだと、ちょっとまあえぇ、ー、5ドル円とかと入れ替えようかなとも思ってます。はい。で、ポンド円は、ちょっとユーロの方がね、えー、元気になってきて、えー、ポンドの方が元気ないということで、まああの、昨年、 と、まあ逆かなと。昨年ちょっとポンドが激しく動きすぎたんで、えー、ユーロ円があまり動かなかったような部分があるんで、うーんまあもうブレグジット動向が落ち着きつつあるんで、ちょっと A ポンドに関してはボラが、え値、ーね、動きが落ちてきそうな気がします。はい、えーユーロドルですね。まあ結構上がりましたよね。はい、えー、上がった後でもまたやっぱり下がるんかいで、ただ軸は、 あのやっぱり上向いてきてるんでここからこの穏やかな感じで上がっていくのかそれともバインとねユーロ外に走るのかどうかっていうとこですねまああのバインときてあまりにも上に行ったらそこはやっぱり売り場になると思うんで、えー、まあそういう場面が来ればっていうとこですねはいまあ、A ポンドドルは、えー、ちょっとボラが小さくなってきてますよということをさっきの繰り返しになります そして、ユーロエポンドで見ると、ややユーロ買いなんですけど、まあ、これ横横なんで、まあ、それほどあれかなと。で、ゴードル円ですね。はい、私、さっき見ましたけども、ユーロ円からゴードル円のロングに乗り換えて、ただ、まあ、ちょっとやっぱゴードル円も、まあ、あまり高値のポジションを持つと、怖いので、うん、まあ、それほど上に一気にいってほしくないんですけども、まあまあ、今のこの全体の流れ見ると、まあ、米ドル円はそうでもないですけども、クロス円は、 まあ、上がりそうな気するんで、どうでしょうね、まあ。とりあえず前回高値ぐらい行ってっていうところですね。はい。えー、ニュージーランド円も、まあ、押し目はあったけども、えー、軸はまだまだ上向いているのかなというふうに見えます。えー、まあ、ゴードル・ニュージーランドルは、まあ、ちょっとコアレンジから外れてますけども、またちょっと、えー、ここに戻ろうとしているのかなという感じですね。はい。 で、えカナダドル円ですね。まあちょっとこれね、あの、リピート系で、カナダドル円やってる方今多いと思うんですけども、いやもうそんなに上がらんでいいよと。ちょっとピッチ上がってもいいけどピッチゆっくりっていうところで、ちょっとまあ週末こんな感じで、まあちょっと原油が高かったこともあって、あの、クロス円の中でもカナダドル円ってあんまり売られてなかったと思うんですけども、さあ、えー、週明けどうなるかっていうところですよね。まあちょっとこれ85円ぐらいまではいいんですけども、88円ぐらいまでいっちゃうと、 というとこなんですよね。はい、でループ普負担設定はまあ動画概要欄に貼っておりますと。で原油がね、まああのー、戦争になる,んじゃどうなるんじゃないかどうこうでバンと上がった後また下がってきて、えー、60, 台60ドル台割っちゃいましたというとこではい。で、えー、トルコリアラインですね、まあ、これもあのトルコはね、あのー、位置的に、えー、中東の 緊張があると、まあ、売られやすい、トルコリラ売られやすいっていうことがあって、あと、まあ、原油が高くなると、まあ、トルコリラ売られやすいっていうこともあって、まあ、そこからまたちょっと反転してということで、まあ、このあたり、やっぱね、変えた方は、えー、結構ラッキーだったのかなっていう、今の時点ではそんな感じです。で、まあ、昨日ね、トルコリラ円の30万円での始め方の最新スワップバージョンっていうのを動画上げたので、まあ、興味のある方はそちらご覧ください。 で、えー、メキシコペソ円が強いなーっていうところで、これですね、まあ,あの、年末年始のフラッシュクラッシュとかあったら嫌だなっていうので、えー、昨年末に一回利益確定してですね、まあ、年明けどっかで買おうと思ったんですけども、ちょっと欲張りすぎたかなと。もっと安いところあるかなと思ったんですけど、なかなかなくっても、こんなチャートになってくると、これはまあ6円ぐらいいっちゃいそうなんで、 うーん、仕方なく順張りで買うのかどうしようかなっていうところですね。はい。で、スワップポイントの調査結果、あと、こちらも30万円の始め方っていうのを動画にして、えー、シストレサイトで文字にしたんで、興味ある方ご覧ください。文字の方が、ちょっと数値が正確になってるんで。 で、えー、南アフリカランドインですね。こっちも私一旦利益確定して、また買えばあるかなで、あーあーになっちゃったんですけども、ちょっとこっちは垂れてきたんで、えー、もう一回突っ込む場面あるかなと。まあ、ここぐらいは突っ込んでもおかしくないなと思うんですけどね。えー、その、リスクオフで下がったところね。はい。まあ、一応差し値は出してるんですけども、ここら辺りあるかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと今のクロス円とか、そう、あのー、 えっと、円安動向を見てるとちょっと厳しいかな。厳しいというのは、い場がなかなか来ないかもしれないなっていうことと、あと、小林義子さんにですね、えー、南アフリカランド円に関してちょっとインタビューした記事をブログ記事、ブログの方で公開したので、興味のある方は、えー、えご覧ください。はい。で、来週の私が思う重要指標、重要指標などなんですけども、えー、南アフリカ政策金利発表は据え置きで、まあ、トルコも、えー、政策金利発表はあって、ちょっとこれはね、うん、なんか、 もう、小さく利下げして、ちょっとここで利下げを打ち止めかなっていうのもあるんで、まあ、ここでもし下がってくれたら買い場かなと。なんか上がりそうな気するんですよね。これ、ここを通過して。はい。あとは、えー、中国の GDP のようなものの発表がありますっていうところですね。はい。で、えー、スノーキーの来週の戦略です。 えー、ベイドレンはやや強気で、ついに上に抜けるかというところで、まあ、来週のあの材料どうこを見て、あそこで抜けなかったらいつ抜けるんだっていう話になってくるんで、まあ、結構伺ってる方多いのかなと思います。方っていうか、まあ、人じゃなくっても、まあ、そのファンドとかそういうとこもね、AI とかもね。で、え、ユーロ円、エーポンド円は強気、ゴードレン、ニュージーランドレンはやや強気。 そして、ユーロドルは強き、エーポンドドルは中立からやや強きということで、これらはあくまでも私の個人的な見解を話しているだけなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたしますということで、この後少しムービーが入ります。 はい。ということでですね。えー、リラレンジャーさんと、えー、スノーキーがどうしてということで、まあ、ちょっとまあ、バレバレな気もしますけども、まあ、そういう内容の動画がですね、えー、JFX さんの講座をお持ちだったら、来週より、えー、その動画が見れるようです。来週の水曜日とか言ってたんで、まあ、もし興味のある方は、えー、講座持ってない方は今のうちにお申し込みしてると、見れますよっていうところで、で、あと、まあ、 私のブログとタイアップキャンペーンやってますよっていうあの告知なのではい。でちなみにまあ先週金曜日のスワップ見ると南アフリカランド円はえまあかなり高い水準でメキシコペソスでも110円だったのでえまあ結構高かったですということでえはい。今回の動画は以上です。で、えー、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。カップルチャンネルの方もね、あのもう本当ギリでいいんで <laughs> はい。 で、えー、ということで、えー、最後までご覧いただきありがとうございました。動画概要欄にはいろいろ URL 貼ってますので、まあ、この連休ですね、えー、何かの参考になれば幸いです。